常夏の海、常夏の空、素敵な夏休みが始まるね。それはそうと、櫛田さん、その手に持っているものは何かしら。これは水槽じゃないかな。私が聞いているのは水槽の中にいる生物のことなのだけど。これはキロネックスって言って、非常に毒性の強いクラゲだよ。ほら堀北さん、今すぐ海で泳いできたらどうかな。気持ちいいよ。飛び込んだ瞬間、キロネックスも一緒にダイブしてくるんだろうな。土地の敵。次回第8話、何時らここに入るのに一切の望みを捨てよ。さようなら櫛田さん、あなたのことは忘れないわ。おい見ろ堀北、櫛田のやつクラゲと仲良く泳いでるぞ。存外にタフに。